ツ。チャンプルーです。今の温度がですね、摂氏17度ぐらいですね。時間が夜の9時ぐらいなんですが、まあ、今日は、顔について、まあ、顔っていうか、まあ、ちょっとね、顔うまくちょっと今表現ができないんですけど、まあその前にね、ちょっとこちらを見ていただきたいですね。まあ私の夕飯ですね。映ってますかね。残り物のチキンと、そうですね、ポテト、ハラペニオン、キャベツ、セロリ、それに少々のニンニクとお味噌とお醤油が入ってますね。あ、なんか美味しそうですよね。あとは、というやつですね。あとね、お外がそんな感じですね。ね。今、海に来てるんですけど、まあ、なんていうんですかね。駐車場ですね。こういう感じで。で、おまわりさんもね、こういたりしますね。こういう感じで。パトロールが結構、なんかありますね。聞こえてますかね。ちょっと外出てみますか。せっかくなんで。すいませんね。ちょっと待ちよ。あ、くしゃみ、ヨガ。ちょっと。スリッパ。まあ、こんな感じですかね。で、おまわりさんとかもね、パトロールで回っていたりとかしてますね。で、もう、街灯の後ろ側はもう海の方になってますね。こんな感じですかね。ね。街灯もあちこちこういう感じでついてて。ここはですね、夜中の2時まではパーキングできますね。朝の4時まではパーキングできないと。夜中の2時から朝の、2時までは、あ、じゃあじゃあ、夜中の2時から朝の2時まで？ちゃうちゃう。アクサよ、だと。朝の2時まではパーキングができて、で、夜中の4時までは、この期間は一応パーキングはしていけないっていう形になってますね。ですね。まあね。あ、たま。後で卵肉を入れようかなとかって思ってます。まあね、最近はちょっと水をなるべく飲むようにしてます。お水ですね、お水。あ、今日は顔の話ですね。まあ、クラブハウスでね、のぞみもらっていうのがありまして。で、そこののぞみさんがね、よく言われることでもないか。言っておられたのが、こう人間のこの顔のサイズっていうのは、まあまあ大体同じですよね。まあ自分はちょっとね、顔サイズが360坪ぐらいあるんですけど、違うかみたいなやつなんですけど、そうですね、そのクラブハウスでね、いろいろ今日の出来事とかね、それから今日思ったこととか、人生がね、何かでちょっとふっとしてきましたね。変わったこととかね、いろいろ。あ、卵！よいしょ。まあこういう感じのね、外の景色を見ながら飯を食べようと思ってるんですが、そうですね、ね、この地球上に今70億人ぐらいのね、人々がいて、で、このスペースの中にね、目とか鼻とか口とか、まあ、眉とかね、まつげとかいろいろついてるんですけども。ちょっとしたのね、位置のズレで、それだけの人々の
あの人がね、全然やっぱりこう個性があるっていうことですよね。なんか不思議ですよね。まあね、すごい面白いことはあの言われるなとかって思って、まあね、あの共鳴っていうか共感っていうか、すごいな。まあ全ての人がね、それぞれまあ行き着くところ、自分が好きなことがね、全ての人はすでにね天才だし、すでに世界一だし、すでに主人公なんだっていう言葉のね、こうなんか同じことをこうおっしゃってるのかなみたいな感じで思いますね。まあね、それぞれ、まあ もちろんね、この双子の方とかね、かなりよく似ておられる方々もいらっしゃいますけど、全く同じじゃないわけですよね。それぞれにこう個性があってね、物の見方、考え方とかっていうのは、まあこの手段っていうのはね、まあリミットがないんですけども、まあその人っていうのはやっぱりこうね、それぞれが素晴らしい存在なんだなとかって思いますね。まあ今ね、やっぱりこうハマってるっていうか、沼ってるっていうか、このクラブハウスっていうのがめちゃくちゃ面白いですよね。全世界の人々がね、まあ、あの時間の空間を通り抜けたね、まあ、まるっきり反対の日本とこうアメリカとかね、まあ、ブラジルの地球の反対側とかの人とか、オーストラリアの人がとかとね話ができるわけですね。でまあ同じようなね考え方をされてる方とか、それからね、普通だったら会うよ、なかなかねお会いする機会がない人たちと、まああのね、いろんな壁をこうね乗り越えて、こうなんていうんですかね、お話ができるっていうことにおいて、まあ本当ね、まあ顔の話からクラブハウスの話に今ちょっと変わったりしてるんですけども、それがもうなんか超すごいな、すごいことだなとかって思ったりしてる今日この頃ですね。まああのちなみにね、あの一応その時間のね大切さみたいなのをこういろいろ考えたりしてますね今。あのね、あのいろんな方々にね、まあ、あの聞くと、一番大切なものは何とかって聞いた時に、なんかね、あのいろいろあると思うんですね。まあその人によっても全然違うと思うんですけど、まあ一般的にはお金が一番大切って言われる方の方があの多いんじゃないのかな。それに向かっておられる方々すごい多いと思いますね。でまあそれはそれで素晴らしいことだと思いますし、なんかね、なんかスティーブ・ジョブさんとかね、なんかいろんな人たちが言ってるのも、なんかあの時間が大切だっていうふうに言ってますね。その時間の大切さみたいなものっていうのをこうちょっと見極めてみたいなとかって思ったりしてるんですけど、まあまたね、あのそういう風な形でいろいろね、あの語り合ったり教えていただいたりすることが、あのこれからね機会がいっぱいあると思います。その中ではこのクラブハウスっていうものね、あのマイキーさんルームっていうところで最初ね、こう結構あの入ってて、で今でも入ってたりするんですけど、でまあのぞみさんのね、のぞみ村っていうところに入って、まあいろんな方々からいろんな話を聞いたりしながら、もう本当ね勉強になってます。皆さんどうも本当ありがとうございます。で今日もね、あののぞみんさんにね、あの名前出していいとか言ったら、いいよいいよいいよとかって言われたんだね。あの周太郎さんっていうね天才的な方もなんかね、まあいろんな方々がいらっしゃるんですけどね、他の人たちの名前のことに関しては許可は言えてないんでね、ちょっと YouTube でこう喋れないのかなとかって思ったりしてますけど、まあ本当にね、こういろんな形で全ての人が
それぞれがやっぱり天才だし世界一だし、それぞれがやっぱり主人公だと思いますね。まあそういう形でお互いにいろんなことをこう話し合いながら成長していける。でもこの顔もね、世界に一人しかいないっていうことだと思いますね。一つしかないと思いますね。超すごいことだと思いました。まあね、私のご飯もね、だんだんこういう感じで、ね、いい感じになってきましたね。美味しそうですね。映ってますかね。でね、まあちょっと余談になりますけど、この水をね、飲み始めて、なんか血行がすごいなんか良くなったような気がしますね。結構良くなったーみたいな感じだと思います。結構良くなったーみたいな感じだよね。だから体の調子がいいなーとかって思ってますね。まあいきなりね、2リットルとかっていうのを自分にはちょっと3リットルとか無理なんで。今までね、コーヒーを、飲んでいたものを、こう、H2O に変えつつありますね。それから、まあ、ビールとかね、それをこう、飲んでいた分を少しこう、H2O に水に変えようっていう感じで、なんかだんだん、顔もね、ピチピチピチ、違うか、みずみずしくなってる、みたいな感じかな、とかって思ったりしてるんですけど、個人では。まあ、見た目はね、どうかわからないんですけど。まあそういう形でね、クラブハウスから学べるものっていうのはものすごくいっぱいあって、まあいろんな方々とね、まあお友達になってつながって、オフ会って言ってね、実際にこう会ったりとかできるようになりたいですね。今のところね、どなたともこのクラブハウスで知り合った人とこう会ったことがまだないんで、まあそういう楽しみもね、できてる今日この頃ですね。まあ全ての人はね、天才だし、全ての人はそれぞれが世界一だし、それぞれが主人公だっていうところをね、まあ一応自分としては目指していきたいなとかって思ってますね。今は自由人とか、あと時間の大切さみたいなものをこう、見極めてみたいなって考えてまーす。教えてください。また野菜、またベジタブル、ピュッピュッピュッ。